波ゴ第105潜水艦は、日本海軍の潜水艦、波101型潜水艦の5番艦、太平洋戦争を生き延び、戦後海没処分された。マル船計画の輸送潜水艦小型、第4601号艦型の5番艦、仮称艦名第4605号艦として計画。1944年6月29日、川崎重工業専修工場で、 発唱艦名第4603号艦と同時に、飛行。8月25日、波号第105潜水艦と命名されて、波101型潜水艦の5番艦に定められ、本席を、クレチンジフと仮定。10月20日、偽装員事務所を、神戸川崎造船所内に設置し事務を開始。31日、浸水。浸水後の偽装は、 川崎重工業本社幹線工場で行う。1945年2月19日竣工し、偽装院事務所を撤去。本席を、クレチンジュフに定められ、第6艦隊第11潜水船隊に編入。同日、クレへ向け神戸発。21日クレキ。25日、訓練のためイオナダへ向けクレ発。3月7日、ベップ湾に帰島9日から再び、 イオナダで訓練に従0時。19日のクレ軍港空襲の際には、長芸や、波号第103潜水艦と共に、対空戦闘を行う。撃墜戦火、損害ともになし。21日、波号第103潜水艦と共に、クレに帰島し、22日から、両党訓練をクレで行う。4月9日から再び、イオナダで訓練に従0時。15日、 クレに寄討して棒、元む塗料の塗布など、出撃前工事を行う。5月7日から再び、伊予灘で訓練に従事。17日、第6艦隊第16潜水隊に編入。19日、第6艦隊の軍隊区分潜権部隊第1潜水部隊に編入。25日、天豪作戦に参加するためクレを出撃し、沖縄東方海面で紹介と偵察に従事。 6月、本艦をガソリン輸送潜水艦とすることが決定される。7月1日、第16潜水隊から削除され、第34潜水隊に編入。8月15日、第34潜水隊が解体され、第15潜水隊に編入。終戦時は、クレに所在。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍。 1946年4月1日、五島列島、機内島沖で、アメリカ海軍により海没処分された。木内哲郎大尉、1944年11月6日から1945年2月19日、木内哲郎大尉、1945年2月19日から1945年11月29日、AB 春行日は、クレチンジュフ戦時日誌、 第11潜水船対戦時日誌、同日付志向の隠れ立つと、人事発令、マルスペシャル、日本の潜水艦、3P45 による。世界の艦船、日本潜水艦士、P88、世界の艦船、日本潜水艦士、P106、ルスペシャル、日本の潜水艦、IP74、福井静図写真日本海軍全艦艇,艇士資料編 P、P 艦歴。 表十八、明治百年史創書、昭和造戦史、第一巻、P827 ではいずれも20年2月15日、としている。本来の感名表記は波、高大105潜水艦。ありがとうございます。